こんにちは、霊夢です。こんにちは、マリサだぜ。今日も早速動画を見ていこう。マリサよろしく。明日は日本シリーズの第3戦です。気になる甲子園のお天気はいかがでしょうか。はい、そうですね、タイガースファンの私としても、ね、はい、かなり気になる、3連戦甲子園で、始まるということになるんですけども、はい、天気の方は、落ち着きそうです、はい、であのこれ天気図に、ね、まずご覧いただきましょうか。これ予想天気図です、はい、これ明日朝9時ですけれども、まあ、試合開始の18時ぐらいも大きくは変化ないかというふうにお考えください、はい、甲子園球場、まあ、兵庫県の西宮市ですね、高気圧の県内となります。で明日もそうですし、これ明後日第4戦、はい、やっぱり高気圧県内、西宮高気圧県、第5戦2日の日、はい、やっぱり高気圧圏内でして、まあ、天気アイコンで、まとめて見てみましても、はい、基本的にはこの3日間、まあ、大阪ですけどね、大阪で代表しますともう晴れということになります、まあ、試合開始18時ですからね、はい、お昼間はね暖かいから日差しの下ではちょっと暑いぐらいなんですけども、まあ、31、1日、明日、明後日はね、試合開始時間ですと大体まあ18度ぐらい、はい、2日の日になるとね、まあ、大体20度から21度ぐらいと、昼間よりはさすがに温度下がってきますからね、はい、見に行かれる方はちょっと1枚羽織るものなど、ご用意いただければと思います。わかりました。お天気にね、とっても恵まれそうですが、まあ、ここまで1勝1敗ときて、阪神ファンである山口さん、今の心境はいかがでしょうか。はい、いやもう、はい、やっぱりね、もう慣れないことなんで、はい、やっぱりすごい注目と同時にね、やっぱちょっと怖いんですよね。なるほど、ちょっと震えてます、うん、どうしてもやっぱ勝ってほしいんですけど、はい、でまあ、これね、昨日おとといは、京セラダウン大阪って言って、はい、パ・リーグの覇者のオリックスの、はい、まあ、本拠地だったんですよ、まあ、甲子園からすぐの場所なんですけども、はい、で一方でこの明日明後日しあさっては、うん、阪神タイガースの本拠地であります、はい、甲子園、うん、ホームゲームなので、はい、まあ、そこはやっぱがぜんやっぱりね、気合も入りますよ ね、 すよね、まさにこのね、戻ってきたぞということ、うん、あるかと思いますので、はい、まあ、この選手たちもタイガースの選手たちも緊張はされると思うんですけれども、そうですね、はい、本来の力をこう、ね、出し切っていただいてそうですね、ちょっと昨日おとといがね、どちらも8対0だったんですよ、はい、日本シリーズの初戦第2戦にじゃちょっと大味な感じがあったんですけど、明日のタイガースのピッチャーもいいですからね、はい、あ、そうなんですね、伊藤正義投手、はい、オリックスの投手も東投手ってこれ結構すごいすごい、いい選手で投手なんで、まあ、その辺のね、まあ、投げ合いかとは思うんですけれども、はい、先にこうね先取点、はい、取れればまだタイガース行ってくれるんじゃないかなと、あ、なるほど、ということでちょっと注目はしたいと思いますね。わかりました。お天気よりも熱く解説をしていただきましたけれども、はい、お天気の方はね、お天気アプリ、はい、ウェザーニュースからもご覧いただけますので、はい、ぜひチェックをしてください。そうなんです、今収録を行っておりまして、はい、まあ、趣旨としてはね、明日から明後日、しあさっての第3戦から第5戦の、ね、お天気ということでね、なんか尺的には野球の解説の方がきっと長くなったんじゃないですかまあそれはそれでいいですよね、見応えがある動画になっていると思うので、ぜひこの後きっとね、配信されると思うんですよ。皆さんもチェックしていただいて、こうコメントも書き込んでいただければと思います。熱い応援を野球チャンネルかなってね関係者、そうなんですよね、いつも山口さんのお話を聞いていると、あれ阪神さんの関係者の方なのかなってちょっとね、いつも分かんなくなるんですけれども、編集は許さない編集ダメ、そのままね出してくださいということでした。ノーカットで出しましょうというお話でした。いやもうなんか途中から私、はい、はぁみたいになってたんですけれどもねえ、山口さんの、応援するね、次回の阪神さんとオリックスさんのね戦いということで目が離せません。そんなお天気見ていきましょう。試合が行われる、地点のお天気ですね。ご視聴くださりありがとうございました。